グッドモーニング、マイブラザー。ユキ、いるか？あ、マサチカ君、来てくださったのですね。うん、なんだよ急に。釣れないですね。案の定ヒロインと一緒にいたのはヒロインの兄。お約束だな。ヒロインとキスしてる。マジで？マジ。うわ、これは神作認定せざるを得ない。いや、それは常識的に考えて義理の兄弟なんじゃないの？バッカ野郎、実の兄弟だからいいんじゃねえか。グッドモーニー、マイブラザー。たった今お前のせいでグッドじゃなくなったわ。おいおい、かわいい妹による寝起きボディープレスじゃねえか。喜べよ。寝起きドッキリみたいに言うんじゃねえ。ただの DV だろうが。ただのディアビーナス。もうお兄ちゃんってば。シスカン、ドメスティックバイオレンスだよ。もうしょうがないな。じゃあ今度はベッドの下に潜り込んでおいて、降りた瞬間に足掴んであげるね。お前はどこを目指してるんだ。いい加減降りろ。なんで？反応しちゃうから。死ね。グッドモーニー、マイブラザー。トトイ。あ？テレビで見せない映画特有の関係性。トトイ。よし、もう一周行こうか。行かねえよ。この後買い物に。いや、おい、チケット買いに行こうとするな。ところで妹よ。なんだよお兄ちゃん様よ。さっきから視界の端にチラチラ銀色の何かが見えるのは気のせいか？気のせいじゃないと思うぜ、マイブラザー。だよな。お前いつの間にかポニーテール解いてるし、所作がお嬢様モードになってるし。ふん、兄者が気づく前に俺はとっくに気づいてたぜ。マジか、いつから？この階に降りてきてから割とすぐ。そんな前からかよ、よく気づいたな。俺は知人の視線をすぐに感知できるハイパーセンスを持っているのさ。マジかよ、自分で言ってて恥ずかしくない？めっちゃ恥ずい。キリッと言うな、キリッと。それにしても今日の周防さんは随分とボーイッシュな服装ね。少し驚いたわ。休日ですからね、少し気分を変えてみたんです。そう、休日だから。実は今朝、マサチカ君と一緒にベッドにいたんですが。一緒にベッド？ええ、その際マサチカ君に今日はいつもと違う服装がしたいとお願いして、このシャツをお借りしたんです。どういうこと？いや、こいつが勝手に家に来て、勝手に部屋に入って、勝手にベッドに乗ってきたんだ、マジで。ふーん。あ、信じてない顔。ええ、おいしいわ。それは良かったです。アリサさんも激辛好きだったんですね。このお店、この鬼の涙で辛さを追加できるみたいなんです。アリサさんもよかったらどうぞ。おい、ユキ。こいつ、分かった上で。いただくわ。いや、ありゃ、マジでやめといた方がいいと思うぞ。一滴くらいなら大丈夫よ。